ナダル軍団オーディション最終審査、一泊二日の鎌倉旅行。残っているオーディション参加者は格下げとなった五助も加わり6名。前回のバーベキューの最後、姿を消したチャチャとメロンパン星原がナダル軍団オーディションに衝撃を与える。日が沈む夕暮れ、メンバーは再び海へ戻っていた。はい、ということでバーベキュー楽しかった？楽しかった。ありがとうございます。腹ごしらえしたということで、うん、はい、まあ楽しんでもらえたってよかったんですけどもね、うん、はい、まだもっと楽しんでほしいから、はい、ちょっとあるもの用意してます。何ですか？お、花火。これはいいですね。そう、ちょっとね、まあ、ちょっとまだ明るいんですけども、ちょっと暗すぎたらちょっとね、はい、撮れへんということで、はい、ちょっと風もきついんですけど、ちょっと今の時間帯と花火をちょっと俺は組み込んだんで、はい、ちょっと花火をやろうと。なるほど、うん、ちょっとね、みんなで楽しみたかったんやけど、うん、ちょっと星原とチャチャがなんかおらへんから。星原はともかく、チャチャがいないことが気がかりで仕方ない様子のナダル。せっかくの花火もチャチャがいないんじゃ意味ないやんけ。そんなバレバレの下心を必死に隠し強がるナダル。まあまあ心配してもしゃあないから、うんうん、まあひょっこり顔出すかもしれんからね、うん、じゃあとりあえずまあまあせっかくなら花火楽しましょう。はい、はい、海風の強さで火が消えてしまうため、花火から花火へ火を移し、駆け足で花火を楽しむメンバー。そして花火終わり。はい、ちょっとね、ゆっくり1時間ぐらいやろうと思ってるけど、だから時間余ったから、うん、全然夕日の位置変わってないし、座ってちょっと、うん、はい、座る、あ、座って。たっぷりと余った時間で夕日を見ながら話すことになったメンバー。そこで意外な関係が明らかになる。ゴスケモンオーディションメンバーだって絡みないやろ、ここが。だから、うん、そこはちょっとですね、本当に。いや、もう絡みはないんですけど、いやもう、あ、唯一陸地負けだけ、え、実は絡みありまして。絡みあんの？はい、あるんですよ、実は。あ、そうなんで？実はですね、月1回超都市王っていうちょっとネタライブがあるんですけど、そこで後ろになるんですよ、いつも。あ、そうなん、はい、マジ、はい、マジ。そうなんですよ。なんか全然そんな感じ出さずにやってたけど、いや、こうしてた。いや、そんなことはないんですよ、全然、全くなくて。嬉しい。マジっすか？だってさ、ナダル軍団これからさ、はい、一緒にやっていこうってやつの実はつながりあったってなったらさ、はい、軍団としてもスムーズなのよ。あ、はい、嬉しい。嬉しいですか？うん、なんか見えたな、ちょっと。ありがとうございます。1ポイント、やった。そんな、結構、ほんなら結構ライブで一緒になってて。そうですね、もうだから結構多分次来るんじゃないかなって思って。え、ちょっと意外な関係性あったりする？もしかして他も。他ですか？やっぱりそのでも結構ギャルなんですけど。いや、他ので、他ので、
かかかかごめんごめん、なんかそのあります、3人なんかここら辺とかありますか？ないよ。ないですか？ないから、こんな感じだった。風きつ。話すこともなくなり、そろそろ帰ろうと思ったその時、帰ろうか。お前1時間ぐらいやりたかったのにな。タデルさん、15分で。あ、ちょっとみんなにも話したいことがあるんだけどいいかな？どこ行っとって？ちょっと席外してまして、ちょっと話したいことがあるんですよ。え？いいよ、1時間やろう思ってたら15分で終わった。言え、何や。姿を消していたチャチャとメロンパン越原、話したいことがあると突如現れた二人、そして二人から衝撃の事実が語られる。ちょっとチャチャと二人で話すことがありまして。何をやねん。この度僕たち付き合うことになりました。付き合うことになった。メロンパン越原の告白に言葉を失う一同。しかし恋愛禁止のナダル軍団オーディション、何より狙っていたチャチャを取られたナダルは何を語る。ありえへんよ。めっちゃ遅刻してどこに行ったかもわからへん二人が急に現れて、全然思んないこの砂浜の時にそんな感じで現れるってわけわからへんから。で、ナダル軍団恋愛禁止やから。軍団恋愛禁止ってのは分かってるんですけど、うん、それ言ったからな俺ちゃんと。どうしてもチャチャへの気持ちが抑えられなかったんですよ。チャチャ喋ってへんから。お前ばっか、小皿ばっか喋ってるから信用できへんし。私も越原くんが好きです。なんてやねん、なんてやねん。これほどまでに切なく虚しいなんでやねんがあっただろうか。さらに砂にめっちゃ目に入っとるよ。こっちはおもろいこと一個もない。どこが好きやねん。僕はチャチャの何事も全力に取り組む姿勢が大好きです。他は？あとはこの美貌。他は？あとは優しいんですよ僕にだけ。チャチャは頼りがいがあるところが好きです。他は？やっぱり優しい。とにかく他は、責任感があります。イチャイチャすんなよ。俺が本当はイチャイチャするはずやったんや。そう言わんばかりのナダルの怒号。そしてここで言うね、砂まみれやろうがい。俺お前らお前ら二人ほんま俺気に入っとったんや。俺はお前たちをナダル軍団に入れたかった。そうとも取れるナダルの思いに言葉を失う二人。しかし何回も言ってるけど、ナダル軍団恋愛禁止やから申し訳ないけど、このまま付き合うんやったら、こんなこと俺言いたないけど、お前ら二人はナダルさん、もうナダルさんに悲しい思いさせたくないっすよ。もう自分から言います。あ、僕たちちょっと待って。何や、ちょっと待って、何や。僕たちちょっと待って、何や。この軍団オーディションリタイアします。
ね。今日までありがとうございました。参加者同士で恋愛をするというご法度をした挙句、自主リタイアという前代未聞の事態。言葉を失うナダル。あまりに大きすぎるショックを受けたナダルが壊れてしまう。なんだって聞かねえわ。お前ら、なの。みんなを背負ってやってたんだ。自分からやめ、行け行け。あえて厳しい言葉を浴びせるナダル。そして待て。言い残したことあるわ。おめでとう。まさかのナダルからのお祝いの言葉に状況を飲み込めないチャチャとコシハラ。そしてあの男が花を添える。はい、コスケコスケコスケ、二人ともおめでとう。おめでとうだけやとも、ただその気持ちも考えてくれ。そういうあたかあれがスケシンキュー。冷めさせな、お前ら行くぞ。まあ、お前ら俺だらとちゃちゃ辞退したけども応援するから。俺ありがとうございます。まあ軍団恋愛ご発表やから、それもそういうのは軍団員としては迎えられへんけど、まあ一泊二日取ってますと。まあ軍団には入れられへんけど、最後までちょっと他人競技にはなりますけど楽しんでいってくれますか。はい、ありがとうございます。砂目に入る。行くぞ。ナダル軍団オーディションで起きた前代未聞の事態。しかしそんな二人でも仲間として温かく迎え入れるナダル。これがナダルだ。これがナダル軍団なんだ。歩き出したその一歩は力強く前へ進もうとしていた。しかしナダル軍団オーディション史上最悪の事件があの男の手によって巻き起こる。はい、今度の9月2日金曜日、19時からですね、はい、全国ツアーの名古屋公演がございます。9月2日です。マジなんで言うてる前。そうやで。いや、まあ、何を急にオフってんねんスイッチ。マジかよ。そうですよ、9月2日の金曜日にございますので、はい、チケットがねまだございますんで、概要欄からぜひチェックしてみてください。新ネタもありますんで、ね、M1 に向けての漫才もありますし、コントもねちょろっとありますんで、ね、うん、はい、ぜひぜひお願いいたしま す。概要欄からチェックお願いします。見どころお願いします。そう、見どころお願いします。西野がたまりはね、お願いします。2人の顔ご覧ね、ほらな、気持ちいいなこれ。